聖婚を受ける聖フランチェスコは、イタリアの芸術家、ジョット・ディ・ボンドーネによる万丈のテンペラ画で、ピサのサン・フランチェスコ教会のために1295年から1300年頃に描かれた。現在、パリのルーブル美術館に所蔵されている。アッシジの聖フランチェスコの生涯の逸話を表しており、高さ 314cm で、幅 162cm である。 オーパス・ヨクタイ・フロランティニーと署名されている。ジョルジョ・バザーリは画家、彫刻家、建築家列伝の中でピサのサン・フランチェスコ教会ソデローの礼拝堂にある作品について研究している。作者について論争があったものの、この作品は現在、ジョットの作として一般的に認められており、署名もされている。アッシジにある聖フランチェスコ伝の制作直前、または 直後の1295年から1300年頃に制作された。1813年にイタリアでのナポレオンによる芸術品略奪の一環として、同じくサンフランチェスコ教会にあったチマブーエの総合の聖母と共にルーブル美術館の所蔵となった。初期のイタリア絵画に特に情熱を傾けたビバンドゥノンの興味により、ジャンバティスト・アンローはジョットの作品を取得し、 1814年にルーブル美術館に展示された。ナポレオンによって押収された数々の芸術作品が変換された後も、ジョットの偉大な作品はフランスに残った絵画のうちの一点であった。作品は、部が長方形、先端が三角形で、金字である。聖フランチェスコがアルベルのサンでの祈祷中に、視天使のように見える空飛ぶキリストから成婚を、 受けているところを描いている。キリストの傷から聖フランチェスコの体にあたる光線が放たれている。背景には新旧の要素が混在しており、古い要素としては非常に類型的な山々や風景における自然な大小関係の欠如などが挙げられる。山の中の礼拝堂は幾何学的遠近法にのっとって描く試みを示している。聖フランチェスコの顔は はっきりとしたキアロスクールの使用によって特徴を付けられる。場面は革新的で表現力に乏しい人物が特徴のイタリア的ビザンチン様式の絵画伝統を放棄し代わりに第一の主題として行動の瞬間性を取り上げていると署名されている。夢は傾いて柱が壊れている最中のサンジョバン・ニン・ラテラの大聖堂の崩壊を表している。 教皇が原始を見ながら眠っていることを示す、聖ペテロの存在は、当時として革新的な技法であった。一方、証人は、アッシジのサンフランチェスコ聖堂にあるジョットのフレスコが、インノケンティウス三世による、フランシスコ界の承人と非常によく似ており、場面は、アーチと棚のある、同様の部屋に配置されて、遠近法を生み出している。説教は、装飾のない禁止のために、 そのシンプルさと抽象性で際立っている。一般的に、これらプレデッラの様式は、アッシジにあるジョットのフレスコ画に描かれている、フランシスコ界の三つの物語よりもゴシック様式の優雅さを示しており、聖チェチリアの師匠などのジョット風の芸術家との比較対象となる。ガードナー、ジュリアン、ジョットをヒズパブリックス、ハーバード・ユニバーシティ・プレス。 p24、P 24, ISBN 9長7806億7405万808ありがとうございます。